どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、今日ハニーさんも登場なんですけど、今日はね、お知らせ動画なんですけどです、ね、なんと、ガズレレツアーいつも言ってますけど、ガズレレツアーいよいよね、あともう1週間切ってんですよ。ほんで、ちょっとドキドキワクワク、もうなんか楽しみでしょうがないんだけど、今ね、ちょうどですね、このちょっと前に紹介して、これ覚えてますか？はい、この CD、ガズレレソングス、これの CD を作ったよっていう動画、ちょっと前に公開したの覚えてくれてるかな？ちょっと、その時の様子、ちょっとここにレコーディングした時のね、動画があるんで、ちょっとここぜひ見てください。概要欄にも貼っとくんだけど、この CD をですね、会場、ライブハウス会場限定で発売しようということで、それをね、なんとですね、普通のプラスチックのケースってあるじゃないですか。いわゆるこういう普通のこう、プラスチックのケースに入ったやつより、なんかこれあんまり、ちょっとな、なんか、もっと面白そう、ガズレレっぽくないかな、ということで、二人で相談してね、ちょっと今、自分たちでね、なんと、製品作ってるんですよ。その作業を見てもらいながら、ちょっといろいろお知らせ事項を伝えていきたいなと思います。うん、まずですね、さっきも言ったんだけど、8月18日、もう来週であと1週間来てるんですけど、仙台からスタートするんですけど、その時から初めてこの CD を売り出すわけですけど、そのね、どんな風なジャケットにしようかと二人で考えたんだよね。だからなんかプラスチックのやつとか不織布に包むのいいかと言ったんだけど、すごいいいやつが見つかってですね、これなんです。見てください。このクラフト紙を使ったこの封筒なんですけど、これにですね、CD を入れて、曲名などが書いてある、ステッカーをですね、作りまして、シールをね、これを1枚ずつ貼っていっても、まさに2人でですね、このやつをやってるんです。ちょっとハニーさんにじゃあやってるとこ見てもらいましょう。これに CD を、はい、開けてもらって入れますと。入れて、向きがあるんだよ。これでちゃんとこう、下にこうやって入れて、これを販売しますからね。はい。入れて、ここに後ろにこう、ここにこうタブがあって、ここにこう引っ掛けるんですけど、ここ糊で付けちゃうと、もうビチビチについちゃって、こう破くしかないんで、なんかいい方法ないかなと思って見つけたのがこれ。これテープ糊なんですけど、これね、ポストイットみたいに何回も貼ったり剥がしたりできるっていう、そういうテープ糊を見つけたんですよ。これはアマゾンで買ってですね。これをね、こうやってここに付けてですね、糊をこう付けて、ここにピタッと貼り付けて、そしてこの、曲目とか、この QR コードをかざしてもらうとホームページに飛んで曲の情報が見れるっていうのを貼り付けてっていう作業をして、今もこんな感じで作ってるんですよ。これ黙々と我ら2人で作ってるんですけどね。これ後ろに書いてある。そう、これ書いてある感じ。これを、空いてる時間を見つけてはこうやって作ってる、もう金井製紙工業でやってるんですけどね。可愛いジャケットになりました。つまりこういうことですからね。はい、はい、これをですね、8月18日から会場限定で、まずはいずれはですね、皆さんにもご購入いただけるようにしようと思うんですけど、うん、これをまあやってる作業をしながらですね、ちょっとご案内をしたいと思うんで、じゃあハニーさん、じゃあ作業をやってもらって、まずですね、8月18日第1弾が始まるんですけど、この時はですね、ちょっとここから注意事項なんですけど、ウクレレ持ってきてくださいね、皆さん。はい、楽しい時間になること間違いなしです。ごい綺麗なとこなんで、本当にライブハウスに来たことないよとか、お一人様もご安心して来てください。あとね、その日はね、ちょっと僕とハニーさんの本当に2人きりしか僕たちスタッフサイドいないんですよ。なので皆さん、ちょっとご協力としてはですね、物販とか、もしいっぱい人が来ちゃうとですね、ごちゃごちゃになる可能性があるんですけど、許して、優しく見守ってくださいということが言いたいっていうのと、あとね、いろんなグッズも持っていこうと思うんですけど、いろんな決済方法選べるということで、ペイペイだとか、なんとかペイ、なんとかペイとか、こう、キャッシュレスにも対応してます、すべてね、クレジットカードとか、なので、その辺もご安心くださいということでございますね。あと、優しくね、なんていうの、まごまごするかもしれないんでね、2人だけだから、うん、で、あと、ウクレレの思想なんですけど、5箇所あるうち、仙台だけがちょっとね、G ラボのフルラインナップ、ちょっと展示できないんですけど、あとはね、フルラインナップで、思想とかもできるように、今、できると思うんですけど、仙台はちょっと申し訳ないんですけど、僕らが2人でですね、ウクレレ持っていきます。 G ラボのウクレレ、ウスレレと、わがままウクレレを試奏していただけます。はい、で、初めてウクレレの方も、初めてウクレレを持ってて試奏していただけて、もしお気に入りいただけたら買っていただけることになると思うんですけど、まあ、数がそんなにいっぱいないんで、まあ、その辺ちょっと試し抜きができるということで、お願いいたします。で、仙台の8月18日の仙台に関しては、ちょっとこれなかなかですね、こういい感じで言ってゆとりがある日になりそうです。
というのもですね、これは意を組んでもらいたいんですけど、ゆったりしたですね、ゆるい時間が繰り広げられそうなんで、皆さんゆっくりガズさんと話っていうかね、なんかいろいろ物販とか見たいよという方はゆっくりできておすすめでございますよということでございます。多分ウクレレのこともガズさんに、うん、そう聞きながらね、そうこんなところこういう工具でとか僕もいろいろ説明できると思いますね。はい、それが終わった後、名古屋とか東京とか大阪ですけど、東京とか大阪はもうすでに今ソールドアウトになってますからね、そっちはですね、まあ、Gラボのメンバーの方も手伝いに来ていただけるんで、まあ、そこはまた賑やかになるけれども、うん、仙台は第一発目でね、こうゆとりある感じで行きたいなというふうに思うんでね、そこら辺のことは皆さん一緒にイベント作り上げていきましょう、よろしくお願いします。だから逆に言うとゆっくりなんかそういう時間過ごしたいなって方は仙台まで来ていただけるのでおすすめですよ。はい、ぜひぜひご検討くださいということですね。それとあとね、各会場で抽選会っていうのがあるんですよ。あ、ライブのね、そのライブガズレレライブショー2022は、まあ、ガズさんの本当ガチのライブ演奏と夫婦でセッションステージで再現とか、まあ、いろんなガズさんのいい話とか、みんなからの質問とか答える時間もしっかり用意してね、みんなで一緒にワーワーやる、ウクレレ持ってきたよ、だからワーワーってやろうっていう時間もちゃんと取るようにしてるんですけど、その中で、ね、最後にね抽選会やります。抽選会ってじゃあ何だってことなんですけど、すごい豪華プレゼントを用意してるんです。各会場なんですけれども、まずですね、初めてウクレレのコンサートサイズが1名様に当たります。すごくないですか？これは盛り上がると思うよ。はい、あとはチューナーだとか弦とかね、そういうものが当たるということでね、もうこれ抽選会もめちゃくちゃ盛り上がりそう。はい、で、ライブのイベント全体終わった後、まあ、ちょっとグッズとかいろいろ見てもらう時間とか、用意してますんで、ほんとゆるくね来てください。で、全部ね、全会場着席してゆっくりご覧いただけるスタイルになってますんで、本当にね、慌てずに来てくださいね。はい、で、室内なんでね、まあ、暑いってことはないでしょうけれども、そうだね、はい、しっかりこう距離を保ったこういい感じのスペースでお楽しみいただけると思います。そんな感じでどう順調ですか？はい、これをねやってるとなかなかこの CD を作ってるとね、これがさ皆さん手に届くと思うとなんかテンションが上がるなっていうのと、結構集中するよね。あ、そうそう、これね、ちゃんとここにさ、ガズさんのね、サイン欲しい方は書くスペースがあるんでね、もう言ってくだされば。これは1枚、税込み1000円で、会場限定最初発売にする予定ですね。これ4曲入って、今もね、車でいつも聴いてますけどね、いいですよ、なかなか。はい、ほっこりした、いい作品になったなというふうに思ってます。そしてね、この CD をね、こういうふうに1枚1枚今この封筒にね、ハニーさんが入れてるんですけど、この CD ってですね、どんな風に来るかっていうとね、こんな感じで来るんですよ、見て。これ CD ですよ。はい、これが何束もボーっとこうあって、ここからこう一枚一枚入れていくんですよね。はい、こんな風に来てる、これ何だか分からない、バームクーヘンみたいな、そうバームクーヘンみたいな重たい。はい、こういうのもね、こう裏側をちょっと公開今日はしちゃおうかなというふうに思うんですけど、はい、1週間を切ったということで、いよいよガズレレライブショー2022動き出すなということで、もうなんかこういう用意したりな、今からもう始めてるんですけどね、リハーサルも結構行ってますから、はい、なんでなんかいろいろなんかこうワクワクしちゃう、はい、そんな暑い夏でございますね。ハニーさん結構緊張で、緊張するとまたね、あ、間違えたみたいになったり、そこの脳トレと格闘しております。そういうところも楽しんで、そういうことでございます。はい、そういうわけでですね、今日はちょっといろいろまだ用意して、まだこの他にもいろいろ用意することいっぱいあるんだけれども、うん、まあ1週間まだあるんで、ゆっくりこうなんか準備してその時間も楽しんでいきたいなというふうに思います。どうしようかなって迷ってる方はぜひご参加お待ちしてますよ。はい、もちろん、はい、ここにもざーっとこう書いておきますけれども、この辺のことは概要欄とここにリンク貼っておきますけど、ホームページの1枚で、予約方法とか見ておいてください。はい、そしたらですね、イベントはみんなで作り上げるもんですからね。はい、他の各会場もまだまだ東京と大阪もソールドアウトですけど、あとこの3つは今だから予約できる状態、仙台と名古屋ももうあとちょっとですね、11月2日の横浜はまだ先なんですけど、こちらもね、ご興味ある方はお早めにということでございます。はい、そういうわけでですね、今日はちょっとそんなちょっとしたお知らせでございましたけれどもね、よろしくお願いします。それでは皆さん、会場でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。